通勤時の地下鉄内で読み進めましたが、涙目になりながら読んでいました。大人が読んでも満足できる小説、いつか眠りにつく日、おすすめです。本番行きます。自分にとって大切なもの、そこにはやっぱり素直になるべきだなと改めて感じました。特に今のご時世ですね。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。監督ラボでは3つ目の本の紹介となります。紹介したい作品なんですが、犬潤さんのこちら、いつか眠りにつく日、こちらスターツ出版文庫の本となります。手に取ったきっかけですね。定期的にブックオフに行って大量買いします。その中の一冊がこちらでした。ぶっちゃけ表紙に惹かれました。森のホタルは修学旅行の途中、乗っていたバスが高速道路で玉突き事故に遭う。その事故によりホタルだけが命を落としてしまった。そこへ現れた案内人クロ、彼が語るにはこの世に残した未練3つ解消しなければ成仏できないとのことだった。母方のおばあちゃんの滝さん、親友のしおり、5年間片思いしていたレン、果たして未練を解消し天国へ行けるのか。いつか眠りにつく日、作家は犬潤さんという方です。ちなみに男性の方です。こちらのスターツ文庫版に関してはページが296ページです。でこの犬潤さんなんですが、大学卒業後にですね、福祉の仕事に関わりまして、現在は主任介護支援専門員として勤務する傍ら執筆活動をされているとのことです。他の作品を見てみますと、結構多いのがやっぱりその生徒死をテーマとした作品っていうものがですね多く見受けられました。2014年3月にですね、第8回携帯小説大賞と真剣ゼミ中学座講座というダブル受賞の末、小説が出版されました。当時のバージョンはこちらで、今回ですねスターツ文庫版というですね、さらに過失修正された小説が発売されました。また北上症候群という作品がありまして、こちら音本ノベルズ大賞、音楽を感じる小説ドリームカムトゥルー編で入選されまして、そこで電子書籍化もされております。この作品なんですが、最初にですねお伝えしましたあらすじを見ますと、まあ結構ありがちかなと思うんですよ。まあ監督自身もそう思いました。携帯小説から出ているということで、ちょっと内容がチープなんじゃないかっていうちょっと第一印象もあったのですが、見てびっくり、大人も楽しめる、とても読み応えのある作品でした。この作品を見てですね、まあ何気なく毎日生きている、ルーティン化している一日、いろいろと考えさせられました。まあ中でもやっぱりですね、自分にとって大切なもの、そこにはやっぱり素直になるべきだなと改めて感じました。特に今のご時世ですね。最初にお伝えしました通りですね、おばあちゃん、友達、好きな人、この3人ですね、三者三様のエピソードが盛り込まれております。これがまたいいですよ。ちなみにこの、主人公のホタルはですね、まあ、最初に死んでしまうのですが、その人だけに見えるという設定です。3人の他にもですね、とても深く関わってくるキャラクターたちがいます。ホタルと同じくですね、死んでしまった5歳の少年、この5歳の少年りょうたくんはですね、自分が死んだことがまだ理解ができてない状態なんですよ。その少年につく角刈りという新人案内人、この二人とも結構絡みます。それからですね、20年間恋愛のもつれで自殺してしまった女子高校生の京子、この方も主人公ホタルとですね、いろいろとですね会話したりして、道しるべ的なキーパーソン的な存在です。もうそんなわけでですね、この小説結構いろんなエピソードが詰まってて興味深く読ませていただきました。見た瞬間思ったのは、これは実写化すべきだなと。調べましたところ、もうすでにですねドラマ化されておりました。フジテレビのフジテレビオンデマンドというところでですね、配信されております。2019年の3月に配信されました。1話30分で全6話のドラマです。最後にちょっとした仕掛けがありますので、まあそこもですね読んでください。本当に、おお、そうきたかというですね内容となっております。はい、というわけでですね、こちら犬潤さんの小説をレビューしました。ぜひぜひおすすめの小説なので、興味がある方はですね概要欄をご覧ください。 Amazon のリンクも貼っております。はい、というわけでですね、こちらのチャンネルではですね、商品レビューやこういった本のレビューですとかをしております。もうほんと全部ですね、おすすめしたい作品、共有したい作品のみを厳選に厳選を重ねて、まあ、徹底的に紹介しておりますので、興味がある方はですね他の動画も見てください。またチャンネル登録まだの方はポチッと押していただきますと、動画を作る
励みになりますのでよろしくお願いいたします。というわけで今回の動画は以上となります。また次の動画で会いましょう。電子書籍化も電子書籍化もされております。